お疲れ様です。今日はですね、こちら限界突破フィーバーやっていきます。さあ、こちらね、新たなチャレンジなんですが、なんとこちら全進化が使えます。はい、ついにクラロ8枚進化というわけで、このモード限定ではあるんですが、8枚ねデッキに進化を組み込めるよといった、何を選ぼうか非常に悩むモードです。はい、まあ、早速ね遊んでいこうかなと思います。まあ、ちょっとね、進化8種類使えるってなると、まあ、アーチャーロケ砲系だいぶ強いなと思って、ちょっとそこに対してのヤナアメだけね、まあ進化してないのでいく。ちょっとガチいきなり8枚進化じゃなく7枚進化で進化をちょっと対策していくね、ちょっとガチデッキでやっていこうと思うんですけど、今進化どんぐらいいんだろうな、まあ、20枚ぐらい多分あるんで、だいぶ悩むとこではあるか。進化ウィザードとか、まあ、進化、他なんだ、親衛隊バーバリアンとか、なんか言ったら何でもいるんで、まあ、だいぶ悩むとこではあるんですが、よいしょ。おもろいね。今んとこ、2枚までね、はい、採用できるのが、通常ルールというか、基本なんですけど。8枚か、8枚、8枚ってやばいな。守れんのかな。相手の進化には進化を合わせて、っていうのが、てかもう進化みたいな、進化の殴り合いみたいなね。えうますぎるテスラ来たんやけど、まあ、これいずれね、今はまだ進化2枚ですけど、いずれこれが当たり前になる可能性もあるわけですから、なんかふざけてね進化1枚これが強いやろおもろいやろとかやってたら、それが当たり前になる時がちょっと来そうっていう、いていつになるか分かんないですけどね、そんな時が来るのかどうかも分かんないんですけど、まあ、可能性としてはちょっとあるよねっていう。まあ、相手高回転迫撃なんですけど、なんか普通に普通になんかテンプレでありそうなデッキにね、そのまま進化がついたみたいな。いや強いって。あ、でも相手もヤナアメっすわ。やっぱヤナアメね、これ期待値高いっすね、このモード。ロケ砲、アーチャー、コウモリ。一応その辺には刺さるんで。負けそうだな。一応コウモリも進化するもんね。いや、相手はヤナアメ以外進化か。いや、俺と考え一緒っすね。ヤナアメ以外進化。強い説あります。悩むな。いやー、こっから進化ラッシュよ、これ。ナイトロイジャー行くんだらさ、止まんなくない？止まんのかな？で、進化アイスピで、あのナイトは止めて、めっちゃいいヤナアメ。いや、この元マジヤナアメゲー説ある。いや、テスラマン、ちょ、待って、カッチカチやね。ロキは残る。ロイジャーも一緒行きたいな。いや、でかい殺撃が入って、ロケ砲もいや、ちょっとおもろいな。いっぱい進化出せっと。いいな。よいしょ。今のクラロはいかにね、その進化を回すかみたいな、進化を出せるかみたいなゲームになってるんで、言ったら。この進化をいっぱい出せるクラロはちょっと楽しい。いや、相手の進化がいっぱい来るのはなんか嫌だけどね。いいよ。アーチャーも強えもんな。いや、アーチャーちょっと好きなんだよな。火力お化け。いや、まあ一旦ここはね、それはちょっと呪文やらむしかないんで、あと452を削るのがちょっと大変なんですが、冷静にね、いいな。絶対手札に 何かしらの進化があるわ。やばい、その、いや、だるいな、進化コウモリ結構高回転でくんの。さっきから。おい、入った。おい、ナイス。さあ、というね、進化8枚使えるモードです。どうしようかな。いや、でもロケホアーチャー、どう考えても強いんで、進化ザップとかもおもろいんですけど、ヤナアメ入れなきゃやっていけなそうな気がしてます。さあ、次は高回転の枯渇でやっていこうかな。オールブレイカーとバレル進化ね。
このデッキめっちゃ強そうだな。攻めまくります。さあまずは進化を貯めるとこからね。やべえ、これ相手ダガーや、意味ねえわ。やべ、テスラね。テスラみんな入れるか。さあスケ、スケアイスピとかもなんかもう入れ得だな。回転早くできるし、やばい。さあドリルボンバーね。いやこれ全部進化してんのか今、すげえな。そう考えたら環境のデッキって進化してないやつも強いけど、この進化してるやつの集まりみたいな。いやーなんかだるー、逆よ。よし、まあ耐えて、一旦進化ザップや今回の相手。ってことはバレルどうやって守んのっていう話よね。ヤザップじゃないですか。ヤザップだるいな。これ進化カードさ、手ダークできるかな。今次は相手進化ボンバーでさえ、進化ボンバーかつ進化ドリルなんですよ。やばいかな。いやこれ進化の把握とかもうないな、無理。正直いやー悩ましいな。一旦守りたいな。さあ進化スケもあります。全部あります。まあローケイコね。やばい、オッケー。マジでちょっとありそう、うざそう。この攻めいい。いやこれ進化だったら使うのもったいない感じすごいんですけど。いっか、進化イスピがさよならした。ガンガン回るもんね進化カード。わすげえなこれ。めっちゃ強くない進化8枚。戦略の幅がもう広すぎてさ、やっぱ進化に対応する柳雨とかを入れたくはなるけど、できるだけ進化カードを入れたいから。柳雨も進化しまえばあれか。いずれ関係ないのか。そこ何が強いんだろうこれ。何でも埋葬じゃない、もう枯渇やりやすいな。テスラもあってアーチャーロケ砲とかも組み合わせやすいんで、限界突破ヒーバー。さあお次はゴブジェイボンバーでやっていこうか。パターンありすぎてさ悩むな。うわーいいな、手札が全部進化回せる、気持ちよすぎる。さあロケコ、いや柳雨はなんか本当に必須かもね、入れてなきゃなんか。ボコボコにされそうな。いやー固定の他7枚進化で、ね、入れるのがおすすめですね今んとこ。おい相手もご無事よ。進化バルキリーか、進化バルキリーもなんかやだな。さあ適当に溶かしまして、やっぱ柳雨はねみんな入ってくるんですね。進化8枚使えるって言ってんのに柳雨だけはみんな例外らしい。やだな。まあまあまあ、やなめ打っとくか。からの次のゴブジェイをなんと閉じ込めれます。カモンいらっしゃい。この進化の溜まっていくのがちょっと気持ちいいんだよな。まあ、ここにヤナメがあるよと。ゴブジェ来い。来ないか。まあ、ブラスターなんでこういうコウモリもちょっとうざかったり。わあ、射抜いちゃおう。やばい。ちょっと、やっちゃった。食え。
食え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 、頼む。いやちょっと強いちょっと強いんだよな俺、ちょっとだけな。からの惜しいな、やば、手札進化カードしかねえ進化カードしかねえな、おもろいなこれ、楽しい一生進化出せるけど、一生進化来るっていうそういう部分もある。だるい、強くね。いやー、だれ、ね、やらめもあるもんな、なんか。いやでも行こう、やらめ使ったな今で、進化値出して、やばい、強いやついる、やばい。そうや、そうなんですよ。え、待って、バルキリー突破した、どういうことよしよし、さあ決めちゃおうか。やばいやばい、やりすぎたら負ける、ちょマジで怖い怪しい、怪しくなってきた。いやさすがにね、一旦耐えて、しかも俺進化がちょうど何もねえの、やばいなこれ。こんだけ進化あってさ、手札に進化カードないのやばすぎる。いや檻で食え、進化回して、うわめっちゃいい、意外と今さ進化8枚のクララワが採用されてもおもろいかな。まあ全種類が進化しなきゃ同じような環境になっちゃうかもだけど頑張れー、マジでやばい、怖っ、やばい、え怖すぎん、プリンス相手、プリンスおるやん全然進化してないんだけど、ボンバー一発、おいゴブジェがね普通に入りますよと。相手プリンスも進化してないのか進化してると思ってんのかな、強すぎて。進化してるくらい強いんでね、まあ、あとはこういうね新鋭隊工場なんてものもできたりしますね。普通にありそうだしなちょっと強そう、ウィザード新鋭隊進化回して、お相手もウィザードや。いや、似てくるか。当たり前か。それで一見似てきますわね。まあ、延命しちゃってね。さあ、ボンバーね。次、今んとこ、カンコピー。のコウモリねえか、俺。うわぁ、ここまで似る？ちょっとめんどいね。なんかもっといい棒やりそうだったか。さあま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 あいいでしょう。頼む、止まってくれ。まあこのモードだとあれだな、みんなやらめとかザップになるから、ウィザードも強そう。からの、まあ相手もなんですよね同じなんですよね別に。おっ、つまたつ、おい偉すぎ。まあ進化貯めて、ちょ工場もね雑に手玉ししたいな。新鋭隊ピロロン、さあこれを守れんのか私ってとこなんですけど、一応俺も親衛隊があるっていう。久々に親衛隊使ってる気がする。おいいや強いな、
いやちょっと待って、これ進化親衛隊進化工場したいな、の進化アーチャー。いや頑張れば整えられるな、全部進化の手札に。それまでタワーおんなよ。よし、やばい、それまで手札おんなよ、手札じゃないタワーおんなよ。来た、完璧な手札整いました。食え、やばい、よし調整完了。ちょ待って、ザップでさあ、あれ落ちる、落ちるがせっかくなら進化で終わらしたいのがこのモード。あれ全然飛んねえわいい防衛されました、はい。っていうね、手札の調整も頑張ればできますよと。いや何に釣れんだろうな、なんとかやっぱアーチャー、アーチャーいいな。この辺なんか微妙だな。ウィザード工場強いんですけどね。まあまだ使ってないので言うと、こういうねドリル、えこれデッキ綺麗な高回転進化テスラ進化ウィザード進化バルキリーで全てを守る、かつ進化ドリル進化ボンバーで確実にダメージをね入れていく。えこれめっちゃ強そう、最強デッキじゃねこれ。気づいた、だってドリルさ、ここ最近強くてドリル使ってて、うわー進化スケにするか進化ボンバーにするか、いやでも進化ドリルも、いや進化テスラも進化バルキリーも使いたいみたいな、一生迷ってるもんな、どの進化にするか。さ、全てを使えられるっていう夢が叶います。全進化使えます。トリマ回してスケキンバレル、まあ、スケキンとかは進化しないですけどね。ジャスティス、マシンが回して回して、一発惜しい。テスラ、まあボンバー進化回ったんで、いやこれ強えの進化ドリル進化ボンバー待って進化テスラもあんのか、攻め毒すぎん、絶対守れるやん。やだな、でもムートとかおるやん全然進化と関係ない、やば、完璧なウィザードからの、まあ、一旦待ってもいいな、無理せず、もう一発惜しいね、さあこれワンちゃんのドリームまで狙ってね。え歩くね、なんで絶対行けたや今なんですけやめたん、やる気の問題やろ、ちょっと強いの。え、でもこれ進化バルキリー、え、優秀すぎるか、やば普通にいい攻めされてんだよな、やばい、ちょマジで嘘って言ってください。よし、怖くなってきた、アーチャー厄介ね。さあ残ったところもおもろいおもろいな今のそれ
今なんかおもろすぎん？可愛かった。さまテスラ貯めときますか。普通に進化してないムートが強いっていう話。トキゴ。いや、美味しいこれ。ワンチャンドリームある。スケ？なんかスケルトン、遅えな。そんな遅かったっけ？あーちゃん？いや、いい。いけ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 。いけいけいけ。ちょ、削ってくれ。マジで怖い。進化迫撃やばいよな。ふふ、マジ？ムートが。普通にムートに負けそうっていう。あ、まあでもお互いが進化やっぱしてると。最悪というか突破できない。いや、突破の火力も強いんですけどね。進化ドリルや進化ボンバー、まあ、進化ゴブジャイとか火力面でも強いんですけど、防衛も強すぎて突破されないみたいなのがある。さあ一通り、まあ、進化を使いましてどうしようかな。いや一通りね、いやどの進化も強いんですけど、いやそうだな、8枚も進化使えるんですけど8枚使えるけどいらないやつが いるんですよね。ここに8枚使えるけどなんかデッキに欲しくないってすごいなこいつ。どんだけ弱いん。入れるかね、進化2枠で使うわけないやん。みんな進化8枠使えても使わないのに。かわいそうすぎるこのカード。そんな嫌われてたっけ。やばい、近畿だけはまずい。なんで進化使ってよ。えぐい立て線。知らないのかな。進化8枚使えるのもしかして知らないか君。立て線取るね。来たぞ。立て線使うならバーバリアン使ってあげえや、せっかくよ。シャーなしで入れてあげてんだからこっちは。ファルチェ、いや絶対知らないやんこの相手。で気づいたらなんかボンバーも進化してテスラも進化してないと思う。えすごっつって3枚進化してるわ俺とか言ってんだろ俺。知らんけど。はい、ちょババ頑張れ。ちょマジで頑張って。やばいやばい、ちょマジで本当にごめんなさい。こいつスパイか。相手進化全然多くないのにな。大ダメージ受けちったよ。立て線。マジで知らないやん。皆さん気をつけてくださいね。はい、進化いっぱい使いますよこれ。さあ進化バレルアイスでは溜まってはいます。どうしよう。やば、ちょマジバーバリアン何もしてねえ。使い方かな、こいつが悪いってことにしていい。
頑張れ橋前で。135、93。おい、ロケホ。こんな進化いねえことあんやな。え、ちょっと負けそうだったのは内緒な。さあ最後に俺が思う最強デッキを作りました。こちらバレルロイジェ進化テスラでイモイモボンバーでも削れます。さあやっていきましょう。結局ね、進化カードをいっぱい出せた方が強いと思うんですよ、シンプルに。なのである程度高回転にして、まあ進化ボンバー進化テスラマストかな。腐らないんでね、これでもう進化回せるんでね。よいしょ。さあまあテスラ来ると、まあテスラとかがあったら俺はバレルで攻めるよっていうね。うなじ。まあウィザードとかはね、やらめしかないんでちょっとめんどいかもしれないんですけど、まあ言うてボンバーの範囲だったり、まあ、ナイトとか周りで頑張れそう。まあ、ロイジェ行っちゃってもいいけどな。まあ進化貯めますか。相手進化バルキリー進化テスラか。カッチカチやないか。ドリルよ、ポイズンよ。まあ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 いいでしょう、許しましょう。ほい、ザップね。まあポイズン以外進化かな今んとこ。ドリルの受けにボンバーを使いたくないな、進化してると。まあこれ進化バルキリーなんで、まあロイジェイ通んないんでどうだってよくて。やべなんかえげつないカウンター向きそうで怖っ。はいはいはい、まあ分かってますよと。そっちね。え、さあ守りに関しては偉大。まあそれ強いな。いやでもいい、いや進化ないとこう見ると強すぎないか。大丈夫かね。さあ進化ナイト系をして、相手にやられたプリンちゃんスタンプいなかった。さあナイス。いや俺が思う一番強いデッキですねこれ。どれも強いか正直進化8枚も入れれるんすからね。ナイスってことで、普段使えないね進化を大量に使いまくれる神モードがありますんで、皆さんよければねこちらもやってみてください。ちゃんと午後も押したすら押したとね。